田二郎は原宿中央署に勤務する釣り好きの警部補である。ある日都心のホテルで会社会長の黒く死体が発見される。佃田はその会長の顔に見覚えがあった。被害者を取り巻く複雑な人間関係の中、佃田の捜査が始まる。主演西郷輝彦、原作夏木静子、脚本佐藤茂、音楽間宮晴彦、監督大黒清。佃田丸宮ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ブルボン、日本テレコム、ヤマヒサ、デビアスがお送りします。